日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。私のクリスマスイブチキンはこちら、ケンタッキーのチキンバーガー3種類を食べたいと思います。で、一番右からダブルチキンバーガー、ピリ辛チキンバーガー、チーズチキンバーガーです。まあ通常版はまあダブルがあるからいいかなと思って頼んでいませんが、今回今年はチキン、やっぱりチキンといえばケンタッキーですよね。でもただケンタッキーのチキンだけ食べても、まあ、そもそも前にレビューしてるので仕方ないからと思って今回はバーガーにしました。今年チキンからバーガーに変わって、チキンじゃないか、サンドからバーガーに名前変えたんでしたっけ。まあそれでより想像しやすくなったとか、売り上げも上がったとか。ではその売り上げが上がったというバーガー、どんなものなのかな。ダブルに代表してみてました。やっぱりダブル2つあるとボリュームがすごいですね。肉厚で美味しそうです。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。今年は私、ついに私を選んでくれたのね。ま、名前は変わったけど味はさらに美味しくなってるはず。じゃあどれが好みだった？この中に食べたのだったらやっぱりお肉の旨味が一番味わえるこあれかな。だけど他の2つも個性が出てますし、お肉の厚みがすごいですね。やっぱりチキン、さすがはチキンが目玉のお店だけあります。通常のチキンは前に食べたのですが、今度はバーレルで食べたくなってきちゃいましたよ。来年は、でもそれは動画の趣旨、チャンネルの趣旨と反するんだよな。だから来年はどこの、で、なんで来年の話をしてる。今はチキンバーガーのレビューだ、レビュー。やっぱりピリリと来たことで頭が飛んじゃったのかな。ごちそうさまでした。最初に食べたダブルチキンバーガーはやっぱり2個入っているので、ね、肉厚でボリュームがすごく一口で入るかなと、結構ハラハラしながら、こぼさないようにドキドキしながら食べていました。ですがやはりお肉のうまみは一番感じることができました。続いてのこちらのピリ辛チキンバーガーは今も、まあ、結構下にビリビリと刺激が来るので、結構がっつり来る辛さになっていますね。辛いのが苦手なのであれば食べない方がいいと思います。反対にお好きなのであればぜひ食べてくださいね。そして最後に食べたチーズチキンバーガー、なんかマヨネーズのさ味がかなり強くて、チーズあれどこかなって思ってしまう。このチーズの存在感がなかったのは残念。本当に入ってるのかなとさえ途中で思ってしまったので、もうちょっとチーズを増やしてほしいな。で、ま、今回の中にもやはりボリュームがあるというあって、一番鶏肉のうまみを感じることができたこちらのダブルチキンバーガーが一番美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。クリスマスイブのチキンはやっぱり格別ですねっていうほどでもないか、いやそうあるか、どちらでしょうね。というわけで、それでは、夕立ちと穴があるけり水の先、そこに穴があって水が落ちているということなのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。